皆さんこんばんは、稲垣明義の坂の上の雲に向かって、早いものでですね、今年ももう12月ということで、もう終わりだということで、今日はこんなのを作ってもらいました。2019年気になるニュースというので、まあ、10個一応テーマを作ったんですが、まあ、これをもとにですね、この1年をぜひ振り返りたいなというふうに思ってます。で、今日は、またその一緒に振り返っていただく素敵なゲストが来ていただいてまして、まずは株式会社アティスの、岩滝太郎君、それから株式会社オフィスフルールの大橋直美さんです。よろしくお願いいたします。ちょっと岩崎君がじゃあ簡単に自己紹介を。自己紹介もういらん。結構出てるんですよ。準レギュラー。準レギュラー出てるんで。準レギュラーで、はい、だいたい俺がなんかそういえばネタがなくなってきたなっていう時には岩崎君に誘って来てもらって、そうそうさようなら話をね。僕が来る時はネタがないっていう。ああそんなこともない。今日はあれやで、ね、メインで、ねね、今日は。な2年前の。せやな。あの。やつをもう一回復活と、うん、これ去年やってなかったよね。俺はちょっとうっかりしとったんやけど、うん、1年を振り返ってっていうのは、はい、実はね2年前やったんですよ。あ、そうなんですね。でその時はね、飲みながらやったんですよ。あ、そうなんですね。飲みながら、ぐでんぐでんになりながら飲んでやって、で結構あれあれで面白かった。面白かったそうですけど、去年僕実は忘れててやるの。何も理由があったわけじゃないけど、けど忘れてたまたまやってない。で今年思い出したからに岩田君にちょっとこれ作ってよっつって、で去年やってたつもりで、まあ、去年のやつって言ったら、うん、よく考えたら去年忘れた。そういろいろあってちょっと忙しかったのもあったかわからんけど、で今年はでまた復活でやろうと思ってるんですが、まずほんでちょっと大橋さんちょっと自己紹介を、はい、初出演ありがとうございます。来ていただきましてもお声掛けいただいてありがとうございます。いやいやもう本当にありがとうございます。あの初出演ということで簡単に自己紹介させてもらっていいですか。ぜひぜひ。はい、オフィスフルールの大橋直美と言います。私はあのそもそも結婚式の司会の仕事とか話す仕事を、うん、プロやってね、やってきまして、うん、はい、ね、あのそうです、言ってもいいんですよね。岩崎さんの結婚式の司会も私がやったんですよ。そうか、そうなんですよ。岩崎君何結婚して何年なの。僕2010年なんで、こんな僕の個人情報2010年なんでもう来年で10年ですね。おすごいやん。そう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 。ちょっと来年振り返るときには10年で何やったかっていうのをネタに言えな。僕のあの結婚10年結婚10年来年振り返るときやな。スイートテンダイヤモンドね。ちょっと古いけど。そう、その時のそうか。9年前の何年も経ってから再会したっていうご縁があったんですけど、で長年させてもらってる中で、まあそのブライダル事業を軸として、はい、あの会社を創業して、うんうん、今6年目走ってるんですけども、ブライダル業ももちろんもう頑張って私もまだ現役で司会もやってます。うん、最近はあの講師業がね、はい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 、コミュニケーション学 の, あの講師も専門家でやったり企業研修に行ったりして、はいはいはい、あのありがたいことに講師業が増えてきた1年だったなっていうのと、 ありがたいことにうちも若手が、うん、20代の若手が何人か入ってくれて、で、あのメディアの露出も増えてきて、うんあのうん、この三重県内のメディアで、うん、キャスターとかリポーターとかパーソナリティで活躍してくれる、はい、こう若手がすごく活躍してくれた1年で、まあ、あの今年話題になりましたけど、あの吉本興業と、まあ、同じシステムで、はいはい、吉本興業と同じシステム、はい、新しいシステム、新しいシステム、いやいや新しいシステムではなく吉本興業と同じようなシステムもう闇営業を、はい、やりたい放題みたいな自由な社風でやってます。なるほど。だから、まあ、吉本興業のことがね結構大きく報道されて、まあ、三重県という地域で小さな会社を経営しているものとしても、うん、やっぱりこれはちゃんと契約書を作らなきゃいけないとか、あそういうことな、これ起きた時のためにあなんか弁護士付きの保険入らなきゃかなとか、はい、なんかねやっぱそういう改めてせやね、あれ芸能界だけの問題やと思いがちやけど、そうじゃないよね。そうなんですよ、うん、そういうのをこう見つめ直す機会に今年なったかわからんね、そういう意味ではな。なるほど。今まであんまり考えてなかったことを考えさせられたし、じゃ あ, あの、まあ、うちもこういう感じできちんと書類作ろうとか、なんか今まで地域の中でつながりとかご縁とか信頼でお仕事をいただいてきたから、契約書ってみたいな感じもあるんですけど、でも相手のため
にも、せやな、自分のためにも、ね、働くメンバーのためにも、うん、やっぱ必要だなとかね、うん、なんか、うん、そのリスクヘッジとか、うん、そういうのを考えさせられた1年になりましたね。でだいぶ仕組み変えたん、会社の中、はい、そういう、まだまだ思っただけの段階、ね、来年、来年やな、来年実行すんやな。なるほど、そうか。今所属の放送結構、まあ、タレントさんっていうの、タレントさんって言わんやな、あのオフィスフルール所属の、ね、まあ、はい、そういうあの司会業やられたり、そういう若い子たちが何人かいて、はいはい、そうですね、でその子たちが基本的に現場へ行っていろいろやってる、はい、活躍してもらってる感じで、活躍してもらって、うん、まあ、会社として利益を、うん、なるほど、吉本興業と同じ、吉本興業で個人でもいろいろやってる可能性も、ね、仕事もやって、そうですね、私も現場に行って、そうですね、講師料もらったり、はい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 、あの、あの司会料のをもらったりっていうところが、あの利益になっているということですね、会社としての。会社は何、はい、女性ばっか、男性もいますか。女性ばっかりです。やっぱり女性ばっか、大体10人ですね、レギュラーメンバー10人で、はいはいはい、女性ばっかり。オフィスフルールって、フルールはフルールはっていうことなんですが、そうか、男性入りにくいですね。いろいろな魅力的なお花が集まって、うん、会社を形成するっていう意味ですね、はいはい、あのスマップの世界に一つだけ、うん、よくあるじゃないですか、はい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 、イメージですね、小さい花も大きな花も可憐な花も花の花も、うん、もうそれぞれ魅力的で、その才能や魅力が集まってきて、うん、そのオフィスフルールっていう会社を形成するっていうイメージでつけました。今の時代ね、女性活躍ってよく政府も言ってるし、あれやけど、まさにそれの最先端を行ってもらっとる感じやね。走り続けてますよ。いやすごいな。20年ぐらい走り続けてます。でも会社にしたの6年前な。なんかもっと会社、それまでは個人でやっとったってこと？それまでは私は、うん、まあ、NPO を立ち上げたんですよ。あ、その10年ぐらい前に、ほうほうほう、30代の時に、年もありますけど、30代の時にNPO をまず立ち上げて、はい、会社ちょっと敷居高くて、自分の30代の自分の時に、最初 NPO 法人から法人格を持ってやりだしてたんや。なるほど。8年ぐらいやった時に、この株式会社にしようと思って、 NPO と株式会社も統合させて、はいはい、で、うん、まあ、社会貢献っていうのもね、なるほど、やりつつ、株式会社だからもちろん、はい、追求して、なるほど、っていう、まあ、あの2本柱で今やります。はい、岩崎くんとこも女性多いよね、社員。僕半分半分ですね、うちも。あ、半分半分。半分半分。ちょっと、うん、そうですね。なんか、そう、女性がすごい増えたイメージだよね。半分ぐらい。昔はちょっと男臭い感じやってんけど、もう今やっぱね、こうデザイン会社やもんで、そういうのやっぱ女性の感性って大事だよね。大事ですね。うん、で、なんか事務所なんか結構女性が増えたなと思って。もうなんせ事務所が綺麗になりますよね。綺麗になりますよ。あ、そう。綺麗に、もう全然違いますよ。ダメです、男だけでは。まあそうやろな。やっぱり。なんか 1年振り返ってとか、その女性がちょっと増えてとかで、何かこの1年変わったこととかありますか？いや、もう本当1年振り返ってというか、もう女性の方が、はい、これいいのかどうかがバイタリティがすごい。あ、そうですね、うん、なんかガッツがある。ガッツがある。ガッツがある。やっぱりなんか、それは嬉しいですね、うん、もうそれがもう1年とかもうずっとそう最近思います。あ、うん、やっぱりもう女性がこう前に立つのが今からもう、どん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 そうなっていくんじゃないのかなっていうのがもう感想ですね、最近の。どんなんやろ、男が弱なったんかな、それか女性が強なったんかな、どうなんやろな。いや、どっちやろ。男が弱なったって言うとまたそれは語弊もあるんやけど、なんやろな、ガツガツしてないです、ね、あ、男が、男が、あ、女性の方がなんかガツガツしてる感じがする。あ、なるほどな。特に今年1年はそう思いましたね。まあ、これ女性が活躍されてる会社2つっていうので、もう時間がねどんどん過ぎてて、これせっかくこれ岩田君作ってもらって、これ出さんとなんかもう前半終わってしまいそうな感じだけど、これ出してもええ、出していきましょう。でこれせっかくね10個作ってもらって、これ今から本来ならいつも僕が更新行してやるんですけど、今日はしゃべりのプロが司会者がここにいるんで、もはやさんの方にこう進行も任せますんで、僕ら好き勝手しゃべるんで。あ、そうですね、もう進行頼みますね今から。ありがとうございます。10
10個の項目を見たところ、これは僕が持ってます、僕が持ってます、10個の項目を見たところ、うん、ほとんど稲垣さんの1年を振り返るということですよね。そう、俺が勝手にテーマ、いやいや、ここだけです、そういう、ここだけ岩田君に、違うの、岩田君に僕がこの 8個ぐらい、10個ぐらいか、なんか選んで、はい、でこれに時事ネタ付け加えてっつって渡したの、はい、でそしたらこの2つだけ付け加えてあるだけで、もっとなんかちょっと際どいのがいっぱい際どいのいっぱいあってんけど、さっきの闇営業とか闇営業とかいろいろあってんけど、一応削ったそうだったんですね。そうなんですよ。で一応ね、だから僕のなんかあれにちょっとまずどっか1個行きましょうよ、ちょっと喋らせてもらおうか。じゃあ稲垣さん、今年1年を振り返って、もう、うん、一番の印象深いことというのは何ですか？意外とね、どれも印象深いんやけど、ええ、でもやっぱりまあ選挙があったんでね、これ今年だったんだと思ってますよ、うん、やっぱりそう、これ僕もね思った、うん、あ、そうか、今年だったんやなと思って、ね、だからやっぱ県会議員選挙が4月にあったっていうのは、うん、まあ自分の中ではやっぱり一つのまた節目ですよね、はいはい、じゃあちょっと置きましょうか、あ、もうあの人置きましょうか、もうご決めですよ、そうなん、驚きやよね、もう驚き一期4年ですよ、ね、一期4年で、ただ4年全うしとらんにゃんけどね、俺 4期目の時が、4期目の途中で2年で辞めとるもんで、であのやったけど、だから本当そういう意味では5期目って、まあ要は選挙でいうと5回ね、あのさせてもらって、県議会では5勝っていう、ただまあ、 あの一番最初実は僕負けてるんですよ、県議会議員選挙、26歳の時に落選して、はい、30で初当選して、まあ、今5期目 で、はい、で市長選でもその間1回負けとるもんで、はい、今ね5勝2敗なんですよ。ただ考え、僕ねよくこれあの思うんですけど、あの今僕47歳 で、はい、で47歳でね、はい、7回も選挙やってる人間でね、そうそういないんですよ。確かに、だからこれはね本当にありがたいことで、多分全国見渡してもねそんないないと思う、47歳で7回選挙して、あの、まあ、しかも勝ちも負けもあるっていうか、5勝2敗入って、これはもう本当自分としてはそれができるっていうのは周りの人たちが追っていただけるから、応援していただけるからできるわけで、あのありがたいことだし、まして特に今回なんかは一回県議会議員やってて市長選へ出るって言って出て、や、まあ、県議会辞めてですね、途中 で出て、で市長選負けてどうしようかなと思ってた時に、もう一遍県議会やりたいって言って、まあ皆さんがねどう言ってもらえるかっていうのは正直自分も不安やったし、どういうふうに皆さんに映るのかなっていうのはあったんですけど、ただまあ今までにない得票をもらってもう一度当選させてもらえたっていうのは、まあこれは本当にありがたかったし、あ、これでもう一回やっぱ政治やれるんやっていう ねのもう本当感謝してもらった、うもうこの1年でやっぱ大きな出来事ですよね。もう選挙やってて感触ってのはどうですか？感触はね、もちろん毎回選挙って、はい、感触が絶対 あるっていうか、はい、ないとやらないじゃないですか、はい、いけるんだと思って、まあ、みんなそれはそうですね、負ける選挙でもおそらくね、負け取る人でみんなね感触ええやと思うんですよ、うん、だおそらくね、だけどみんな感触はそれなりに絶対あるけど、でも今回は思ったのが、ちょっとやり方を変えてっていうか、うん、はい、やっぱりできるだけそのなんていうんですかね、どちらかというと今までこう講演会を作って、はい、でその中でこう組織を、あ、こんにちは、えらい人が今、あ、ちょっと今公開収録中なんで今、ね、あのこれちょっと収録中で何テレビワールドネット TV っていうあのすまこれはあれか、よかしかないんだ、よかし、まだインターネットでまだ見ます、またよろしくちょうど今県議会の大先輩が今撮ってきまして、喋ってる途中に選挙の話してまあこれ公開収録ですから、こういうね面白いことが起こるんですけど、本当仕込みかと思いました今間違いない、タイミング的にもそうですね、タイミング的にもね、大先輩です。ただ本当に今回はさっきの話に戻ると、まあもう一回やり直すし、なんていうんですかね、新しく作り変えるっていうか、いろんなものがやっぱブランクがあるわけで、で若い人たちにも、もう自分も若くしてやってたけど40代になって若くなくなってくるっていうか、もっと若い人たちがね20代30代いるわけで、だそういう人たちにできるだけ関わってもらおうとか、ちょっといろんな挑戦をした選挙だったんで、まあその結果が全てうまくいったっていうわけではないんですけど、まあ自分としては一つのきっかけになる、これからのまた新しいスタートになる選挙になったなっていうのは思ってますね。私も稲垣さんの選挙はすごく注目してました、はい、ありがとうございます皆さんがどう判断するのかなと思って、はい、確かにね、5期目の選挙ね、そうそう、すごく注目してて、うん、ね、
それでいただけたらこの結果ね、うん、トップです。トップ、トップで、もう初めてトップ当選っていうのもさせてもらって、ね、何よりね、やっぱ2万票超える得票をいただいたっていうのはやっぱありがたくて、四日市でね、なかなか2万票って出ないんで、まあこれは本当に再スタート、いい形で切らしてもらいましたし、そういうのね、ちゃんとやってもらうな、注目度も高いですよ。だから本当ね、選挙でそうやって経験させてもらって、で僕特にこの2年間はあの市長選負けてから、うん、その介護とか医療の仕事をね、うんうんうん、結構ずっと、まあ、生活もしていかなあかんので、はい、そういう仕事をしてたんで、はい、まあ、そういう仕事もやりながら、はい、あの県会議員としての仕事もするっていう、ちょっと次のこの5期目っていうのは、うん、今まで4期皆さんにお世話になりながらやらせてもらってたのと、うん、まあ、自分 の、 あの意識も変わってるし、でやり方も多分変わってくんだろうなと思って、うん、ちょっと、まあ、それがパワーアップになればいいなとは思ってますけど ね、 そ、 ね、はい、その辺がインドネシアじゃないですか。ああ、インドネシアもそう、そうそう、すごいつなげましたね。そうそう、無理やり来たな、ちゃんと。最近ですかね、これね、インドネシアはね11月なんで、先月。あ、そうですか。でこれすごいなと思うのは、うん、当然、まあ、僕今この介護の仕事をやっとる中で、まあ、技能実習生をね、はい、受け入れるっていう、はい、そういうのの団体を皆さんと一緒に作って、まあ、それを今お手伝いもしてて、で今回行ってまた採用してきたんで、お二人また四日市に、あのインドネシアから四日市の介護施設へ、はい、また、年明けには入ってくるんですよ、はい、だから今もすでに四日市では2人入って見えてて、うん、インドネシアから、でどちらかというと今まではベトナムとかそういう東南アジアでもね、うん、あの方たちは入ってるんですけど、うん、インドネシアってちょっと宗教的にも、イスラム系だっていうのもあって、うん、日本としてはちょっと馴染みが薄いかなっていうの で、 あんまり今までやってなかったんですけど、はい、でもねやっぱねすごい優秀ですし、うん、アグレッシブで本当にいい子たちっていうかがいて、やっぱこれから多分インドネシアポイントになるんだろうなっていうのをね思っててやってるんですよ。だからこれから介護の現場本当人が足らない中で、外国人をどんどん受け入れていく中で、まあ自分もその役割を果たせるようにしたいなと思ってますし、一回ねこのミーワールドネット TV にもぜひ来年はですね、そのインドネシアの子たちを一回出てもらおうかなと思ってて、これぜひもう今から公約しときましとますというか、自分を添えてするように、でその子たちに一回出てもらって喋ってもらうといいかなっていう話も実はこの間してたんですよ。そのインドネシア行った時に、うん、この子たちが入ってきたらちょっとその子たちも出てもらって、彼らから見て日本がどう映るのかなっていうのはすごい興味がある。そうですね。ねえ。でこれインターネットテレビなんで、それで出たら母国のね、まあ、確かに見れますね、インドネシアからも見れるじゃないですか。うん、だから活躍してる姿を母国で見てもらえる、見てもらえるっていう。でこれからせっかく僕ねこのミワルドデビーさんお世話になっとるんで、インドネシアとかそういう技能実習生とか入ってきた子たちを、うん、なんかこれでねうまくこう、ね、定期的に紹介したりとか、うん、なんかそんなもやりたいな。それ面白いですね。それちょっと来年に向けてのね、抱負の一つで今思ってるんですよ。いいと思う。インドネシア行ったことあります？行ったことなかなかなくないですか？まあ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 、バリとかね行ったことあるっていう人は結構いませんか？その僕はジャカルタなんですけど、ジャカルタってねもうすごい都会ですよ。もう本当東京みたいな感じ。ものすごい都会で。私たちが想像してるよりもすっごい都会だ、うん。想像してるより絶対都会。とは何となく噂で聞いてます。うん、もう本当都会で。ただね、岩崎くんは向いてないのは、うん、酒がやっぱあんま売ってないね。いや別にそんなこのもう終わり間際でその話がお酒切るとダメだって、お酒が切れるとあかん岩田君にはびっくりするわ。やっぱモスリム国なんで、あんまりこうお酒がその辺で当然コンビニとかで買える状態とかではないし、普通に買えるのに売ってないんですよ。じゃあもう岩崎さんは行かない方が、行かない方が、いやもう僕最後に言いますけど、僕家では一滴も飲みませんのでお酒もありませんから家にはこれもうでも大江さんに仕切ってもらいながらもう20分終わっちゃうよね。これちょっと前半残念ながらもうねこれで終わるけど、これまだ2つ行ったんで、行きましたけど、まあインドネシアまだ無理やり終わらす感じやけど、1番4番、そうですね、インドネシアからなんかお酒の話になってきたので5番に行きたいところ、後半続くっていう感じ、そうしましょうか。もうこれ1回ね、もう今から喋りたいけどちょっと後半にじゃあ送るということで、まずじゃあ前半本当にお世話になりましたが、ありがとうございました。もう残り盛りだくさんの後半に次に20分に詰め込むんで全然出れまくなかったね。進行またよろしくお願いします。とりあえず前半本当ありがとうございました、はい、ありがとうございました。